はい、どうも、皆さん。黒子のバスケストリートライバルズの、黒子哲也のスキル情報が出たんで、ちょっと見ていこうと思います。まず、イグナイトパス。これ、あれですね。スマッシュダンクにも、の黒子でも使えますね、これ。パスもらってすぐパス出す。あんまり、どういう意味あるのかよくわかんないですけど。受け取った側がなんか、メリットある、なんか、成功率上昇とかそういうメリットあるんですかね。スマッシュダンクではちょっと黒子よくわかんないですけど、そういうなんかスキルいっぱいある。フラッシュスティール。まあ、これも、修理みたいなもんですかね。ちょっとよくわかんないですけど。スマッシュダンクで言う。で、クイックパス、クイックカット。普通パスカットですね。クイックカバー。何これ。すぐ取るってことかな。すぐ取るってこと。で、ミスディレクション。これがちょっと意味わかんないですよね。なんか、黒子が分裂してるんですけど、分裂。そんな感じですね。はい。事前登録受付中らしいですね。はい。まあ、何ですかね。スマッシュダンクと、ちょっと見た目違いますけど、なんかスキル系ちょっと似てますよね。はい。それが第一に思いましたね。はい。ということで、はい、楽しみにしたいと思います。